どうも、佐々木です。高卒、特養勤務5年目介護士の給料について語ります。ただいまね、ツイッターやってますので、チャンネルフォーム概要欄にリンク貼ってますので、よければそちらからお届けくださいませ。では行きます。上の方がこうなってまして、日本語が15万1000円、住宅手当が1万3000円、処遇改善手当が5000円、夜勤手当が2万6000円、資格手当が1万円、通勤手当が4100円、健康保険が1万円、厚生年金が1万7000円、雇用保険が840円、所得税が3900円。総支給金額は21万円、排除後計画が4万6000円、差し引き支給額は16万3000円ですね。はい、終わります。